ザカリー・グラント・ザック・ブリットンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、パノラマシティ地区出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB ニューヨークヤンキース所属。愛称はブリット。ボルチモア・オーオールズ時代2006年の MLB ドラフト3巡目で、ボルチモア・オーオールズから指名を受け、契約を結んだ。 ベースボールアメリカ史の有望株ランキング2010年版ではメジャー全体で63位にランクされた。2011年4月3日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビューを果たした。6回を1失点に抑え、初登板を初勝利で飾った。その後も5月までは防御率2.00台をキープして好調を維持したが調子を落としてマイナー降格した時期もあった。 だが全体としては、ほぼ先発ローテーション通りに登板。最終的に28試合に先発し、ルーキーながら、チーム最多の11勝をマークした。2012年は、肩の故障により故障者リストで、シーズン開幕を迎えた。7月中旬に復帰したが、調子が上がらないままシーズンを終え、5勝3敗と、勝ち越したものの、防御率は5.00台まで上昇した。 このように全体としては低調な成績に終わったがシーズン終盤には5試合に投げて3失点と好投を見せた期間もあり翌年の飛躍を期待された2013年は当番機会が減少し8試合に投げただけで終わった防御率は5.00未満に止めたもののメジャー定着はならなかった2014年3月11日に オリオールズと一年契約に合意した。この年からリリーフに転向すると、シーズン途中からは抑えを任された。この配置転換は成功となり、ブリットンは71試合にリリーフ登板して、防御率1.6537セーブという、好成績を残した。2015年も安定したピッチングを見せ、アメリカンリーグのオールスターに選出された。オールスターでは五番手として、マウンドに上り、 0.2イニングで被安打1.1、脱三振という内容だった。前半戦に対し、後半戦は、多少調子を落としたが、それでも、抑えとしての役割を、全うした。最終的には64試合に登板。防御率は2年連続1.00台となる1.92を記録し、アリーグ3位の36セーブをマークした。また、予休率、脱三振率のどちらでも、 自己ベストの数値を叩き出した。2016年も開幕から快調なピッチングを見せ、前半戦で27セーブをマーク。2年連続でオールスターに選出され、9回表を無失点に抑えてセーブを記録した。チームがプレーオフ争いをする後半戦は31試合29.1イニングに投げてわずかに1失点だった。 5月5日から8月22日にかけて43試合連続実績点なしを記録し、MLB 記録を更新した。通年では69試合に登板し、防御率0.54リーグ1位の47セーブ、史上4人目となる、セーブ失敗なしでの40セーブ以上を記録するなど、MLB 史上に残る大活躍を見せたシーズンとなった。前年から続く連続セーブ成功記録は、 歴代後遺体の49試合で継続中である。オフの12月7日に第4回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ合衆国代表への不参加の意思を表明した。2017年は4月15日に故障者リスト入り、5月2日に復帰した。そこから2試合に登板したが、腕の張りにより5月5日から再度故障者リスト入り、7月4日に復帰した。復帰後は、 しばらくの間セーブ機会ではない場面での登板を続けたが7月23日のヒューストンアストロズ戦でシーズン6セーブ目を挙げ55連続セーブ成功のリーグ記録を樹立した以降はクローザーに復帰しそこからも連続セーブ記録を積み重ねたが記録更新から1ヶ月後となる8月23日のオークランドアスレチックス戦で2点リードの9回に 同点に追いつかれたことで、セーブに失敗。連続セーブ記録は60でストップした。シーズントータルでは38試合の登板で2勝1敗。防御率2.89、15セーブという成績に終わった。特にイニング数は昨シーズンの半分ほどだったが、被安打数は昨年よりも多く、予死球数も同じだった。ホイップも倍近く悪化するなど、 成績以上に不安定なシーズンだった。2018年も前年オフに受けたアキレス腱手術の影響で出遅れ、シーズン初登板は6月となった。7月までに16試合に投げ、防御率3.45ホイップ1.34を記録していた。2018年7月24日にディロンテイト、コディ、キャロル、ジョシュロジャースとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。移籍後は主に セットアッパーとして25試合に投げ、防御率2.88、ホイップ1.16を記録した。結局この年は41試合登板で2勝無敗、7セーブ、防御率3.10、ホイップ1.23と前年に引き続き今一つの成績に終わった。オフに FA となったが2019年1月11日に3年、総額3900万ドルで再契約した。 2019年2月7日に自身のツイッターで名前の表記をこれまでのザックからザックに変えたことを明らかにした。同年は年間通じてセットアッパーとして起用され、3年ぶりの60試合超えとなる66試合に登板。3勝1敗3セーブ、防御率1.91、チームトップの29ホールドという好成績を挙げた。 2020年は一勝二敗八セーブで防御率1.89だった。10月29日に2022年までの1400万ドルのオプションを選択した。救援投資としては最速99.3マイルパワー、平均95.7マイルパーワーの鋭く落ち曲がるシンカーが全投球中の約9割を占め、残り1割は 平均82.8マイルパーアワーのスラーブを投げる。シンカーでゴロを量産しつつ、三振を奪うピッチングスタイルで、基本類打率が2014年以降0.34と低く、グラウンドボールの割合は約8割と非常に高い。2011年にメジャーデビューしてから3シーズンは先発投手として起用されていたが、2014年に救援投手に転向してからは、 ファストボールの平均球速が92.0マイルパーアーから約時速6キロメートル上昇した。ありがとうございます。